げえなこれ。ハウディ、ジェスターセラです。今日は、茨城県県北上の方ですね、北の方にある、竜神大吊橋に来ています。3月1日からですね、ここでバンジージャンプがあるそうです。それに先駆けて、開始イベントということで、何やらいろいろやるみたいなので見に行ってみましょう。本日は明日に開催になる竜神バンジージャンプのオープニングセレモニーにお集まりいただいてありがとうございます。この市の観光を貢献できることを非常に楽しみにしております。これからも地域の方々と協力し合い、毎日納豆を食べて良い関係を築いていかれるように努力していきますので、今後ともよろしくお願いします。皆さんおはようございます。北町田市長の大久保でございます。今日は早朝から竜神バンジージャンプの安全祈願祭、多くの皆さんお越しをいただきまして誠にありがとうございます。皆様もご案内の通りでございますが、先ほど行われました各県の魅力度調査におきましては、不明なことに何年も連続で茨城県が最下位という状況でございます。茨城県の名を広く知っていただきたい。そしてまたその中でもこの常陸太田市におきましては、東日本大震災の発災に伴います、福島第一原発の事故等々もございまして、風評被害と申しましょうか、震災の発災前の平成22年に比べて、この大吊橋に来ていただいているお客さんの数もまだ 75% ぐらいまでにしか回復をしていない状況でございます。ぜひこの地域の活性化のためには、多くの皆さんにこの竜神大吊橋に来ていただきたい、北町田市に来ていただきたい、そして茨城県特に県北の方へ来ていただきたい、そんなことを強く念願をしているところでございます。そんな中で、ただいろんな意味で安全だとかそういうことだけを PR いたしましても、なかなかお客さんはこちらを振り向いていただけないのが実態でございます。少しインパクトのあることを行うことによって、お客さんに魅力を感じていただき、多くの方に来ていただけるような、そんなことをしたいなということで、この竜神バンジージャンプを計画をしたところであります。幸い、この再興していただきますスタンダードムーブの社長さんをはじめ、茨城県の皆さんにもご理解を賜りまして、今日の日を迎えられましたことを本当に嬉しく思っている次第でございます。どうぞメディアの皆さんにおかれましては、北町太田の名前を、茨城県の名前を、そしてこの竜神バンジージャンプのことを全国的にたびたびご報道いただきまして、多くの一人でも多くの方がここに来ていただけるようにご協力を賜りたいというふうに思います。ジャンプを再興いたしますスタンダードムーブの皆さんには、くれぐれも安全に気をつけていただきまして、多くの方に飛んでいただくようにご尽力をしていただきたい。交流人口が多くなりますことを心から期待をいたしまして挨拶といたします。どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。ありがとうございます。さあ、いよいよ我らがヒーロー茨城川が飛びますよ。頑張れ茨城川。
利払いが飛んだ。すげえ。おお。すごい、利払いが飛んだよ。ああ、OK サイン出してますね。無事みたいです。いや、飛びましたね。はい、この後はゆっくりとウインチで上に引き上げられていきます。いや、すごいものが茨城県に できたもんですね。うわぁ、皆さん見ましたか？こうだよ。ね、うわ、怖いわぁ。まあね、僕も男を見せるために、若干やってみたいなっていう気もありますが、ただまあ、怖いですね。いや、一回飛ぶのにね、なんか14,000円かかるそうなんですよ。まあ保険とかも込み込みなんでしょうけどね。なのでその金額も若干ね、ハードルになってるのかな。まあでもその分ね、中途半端な覚悟の人間はもう来なくていいっていう、そういうことだと思うんですよ。この14,000円という金額設定ね。いや、興味はあります。どうしましょうかね。そうですね。どうか、じゃあ視聴者の皆さん、僕のチャンネルをフォローしてくれてる皆さん、僕を後押ししてください。プッシュしてください。この動画の再生回数が3月の末までに、そうですね、まあ、僕の動画の現在のね、今日現在での登録者数は、まあ、1000名を超えていますので、その皆さんが1ヶ月間に10回ね、全員で10回再生してくれたら、それだけで1万回再生いくわけですよね。たった10回、1ヶ月で10回見るだけで1万回再生がいくはずなんで、それでお願いしますね。3月の末、2014年3月31日ね、2014年3月31日までにこの動画の再生回数が1万回に達した時、僕飛びます、やります、宣言します、ね、なので皆さんはもう毎日1回ずつで構いません。10日間だけね、僕にお付き合いいただいて、この動画を視聴して回してください。それで再生回数が1万回に達したら、僕はこの龍神大吊り橋からバンジージャンプします、ね、ちょうどね、4月誕生日なんですよ。で、4月の頭が僕の誕生日なんで、それに合わせてね、飛んじゃおっかなってそういう感じです。いやー、怖いわ。口に出して言うとなおさらだね、怖いよね。まあでもこれね、1万回再生っていうもう大台ね、僕の動画にしてしたら大台ですよね。1万回再生っていう大台に乗ったら、もうこれはもうチャンネル登録をしてね、僕の動画をわざわざ見ようって思ってくださってる皆さんの後押しだと思うんで、頑張ります。よろしくお願いします。